向かい風です。5コーナーになりました第9レースの発走です。さあまずは1番5番6番3車出ていきます。1番の高橋龍太、5番の増田俊明、静岡の2人が先頭2番手、この後前後並びを整えていきそうな2人です。ここで地元3番の後田康成が位置を上げていきます。初手のポジションは3番手求めてというようで、6番車の大山はバックを踏んで4、5番手で上がってきました。2番の岩本潤と合流します。中四国連携です。従いまして7番の横田正直、4番小宮武、関東勢が初手は後ろ攻め、6、7番手です。2対1対2対2の一本棒で2周回目と入ります。先頭は5番の増田です。予選は中段確保いたしましたが、地元井寺踏み上げる展開で5着でありました。同県1番の高橋が追走です。3番の後ろだ、この競争は九州1人です。短期の戦い3番手、2番の岩本は初手は4番手です。初日は6番手に置かれ見せ場なく敗れましたが、中身の競争はどうか。6番の大山追走です。7番の横田は6番手、初日も連携しました。4番の小宮を連れまして動きます。2センターから4コーナーへと向かっていく。ただ中段からは2番の岩本が待ったをかけるようにしまして先に上がりました。2番の岩本が5番の増田を前へ切っていきまして、この流れに乗って関東勢が今度は前段へと変わりました。2番の岩本が中段をキープに出て、3番の地元後ろ田は5番手、前から下げた静岡コンビ6、7番手2コーナーからバックへ向かいます。7番の横田が後ろを見ながら、さあ3コーナー鐘を聞いて2センターから4コーナーかけ先行体制へと入りそう。しかし巻き返し静岡コンビ、4コーナーを回っていく。3番手そして2番手と上がっていくか。5番の松田スピード鋭くホームで7番の横田を叩きました。静岡コンビが主導権を奪って7番の横田は前と一写真距離あっての3番手、2番の岩本を5番手、そして地元3番後ろだ最後尾7番手の展開。2コーナーからバック、さあ2番の岩本5番手から仕掛けていくんですが、3コーナー一車車が出ましたが前とは遠い。2センターから4コーナー先頭5番の松田、追走1番高橋鋭く伸ばす。2番の岩本一気に伸ばしてきました。ごぼう抜き2番の岩本潤。第9レース A 級特一般戦、踏み出しは少し向かい風受けていたようではありますが、4コーナー回り切ったところスーッと一気にイエローライン伸ばしてまとめて先手を取った静岡コンビを抜き去りました。2番の岩本潤1着、2着1番の高橋、3着5番の増田。決定までしばらくお待ちください。第9レースでした。